改めてソルム王城へようこそ。神竜様、各国の王子王女様方、私がソルム王国の女王スフォリアだよ。お会いできて光栄です、スフォリア女王。こちらこそ。いや、それにしても驚いた。まさか神竜様がいらっしゃるとはね。フォガートはいろんなことをやらかして帰ってくるけど、今回は間違いなく一番のお手柄さ。王子として当然のことです、母上。この子はこんな時だけカッコつけて、まったく。しかしさっきは長い挨拶になったね。神竜様が名乗った後、フィレネ王族、ブロディア王族、イルシオン王族と続き、あまりのそうそうたるメンツに面食らって、途中で玉座から転がり落ちるかと思ったくらいさ。突然の来訪をお詫びいたします。先ほどお話しした通り、一大事でして。ジャリューソンブルの復活だろ。すまなかったね、そんなことになっているとは知らず。あの化け物が蛇竜復活の証だったとは。道理で凶暴なはずだよ。王城に異形兵やイルシオンの手勢は攻めてこなかったのですか？来てたのかもしれないけど、城に来た変なのはいつも全部倒してるからね。そうですか、全部全部ですか？おかしいかい？いえ、素晴らしいことです。王城が無事で安心しました。他の国は大変なことになっていると言ったね。ルミエル様まで亡くなられていたなんて。私も何度かリトスに行ったことがあってね、あの方にはよくしていただいたよ。もちろんこのソルム王国は神竜様の味方になるとも。蛇竜討伐のために力を尽くそうじゃないか。ありがとうございます。それでお願いがあるのですが、ソルムに託されている総援の勇者の指輪、私に預けていただけないでしょうか？断る道理はないよ、すぐに指輪を。あの指輪どこ行ったかね。え、最近見ないなとは思ってたんだよ。フォガート、あんた知ってるかい？知らないよ。そっちの棚の中とか入ってない？ああ、悪いけど少し待っていておくれ。はい。棚を漁り始めたわ。まさかその辺に適当に保管されていたのか。これまでずっと最強格の力を持つ指輪だぞ。信じられん。あ、そういえばあの指輪、ミスティラが持って出かけてるかもしれないね。ミスティラ？俺の姉さんでソルム王国の第一王女さ。いずれ王位を継いで女王になってもらうんだけど、フォガートと同じでいっつも城にいないんだよ。私の若い頃も似たようなもんだったけどね。あの子が前に帰ったのは何日前だったか。また野宿してるのかな。姉さんいいな。王女や王子が城にいないというのはどうやら嘘偽りのない真実だったようだね。いつ帰るのかわからないというのもな。ミスティラ王女を探しに行きます。居場所にお心当たりはありませんか？南の砂漠を見に行くとか言ってたような。それならオアシスを拠点とするはずだよ。わかりました。ひとまず南のオアシスに向かいましょう。なんだか面白そうだね。私も。それはさすがに。母さんはここで待っててよ。そうかい。じゃあ今回は若い子たちにお任せしようかね。無事に合流できたら紋章師の権限をお願いするよ。どんな強者が宿ってるのか楽しみだ。もう日も暮れる時間だから気をつけて行っておいで。道案内は引き続き俺にお任せあれ。これでよしっと。
お肉が焼けるまで陽気に楽しく待つとしよっか。それではソルム王国第一王女ミスティラ歌います。それじゃあいつもの曲いくよ。メリン、パネタね。承知。了解ですます。せーの、騒がしいと思ったら、こんな夜にお嬢ちゃんたちだけで不用心だな。よく見たら高そうな指輪してるじゃないか。そいつを渡してもらおうか。ルンルンラ、仲間でジューシーオーシス肉。ちょっとちょっと歌うのやめ。おじさんたち誰？もうだから俺たちは賊なの。高そうなその指輪が欲しいの。はあはあじゃない。わからないなら痛い目見てもらうしかねえな。僕たちは普通の賊とは違うんだ。化け物を飼いならしているんだよ。うさっさと金目のもん出さなかったこと後悔させてやるよ。あっちに焚き火が見える。きっと姉さんだ。見つかってよかったです。さっきまで聞こえていた妙な音楽は一体。姉さんたちの歌だよ。あ、すみません。いいよいいよ、あまりにうるさくてソルムの騒音って言われてるぐらいだし。でも突然歌い終わったから何かあったのかも。例えば襲撃とか。急ぎましょう。姉さん。おお、弟よ。あなたがミスティラ王女ですね。はじめまして。私知ってる知ってる、神竜様でしょ。フォガータがわざわざ私に合流するときはあなたを連れてくるときってことだからね。え、なんでもないよ。見ての通り賊に絡まれて困ってるんだ。ガチーンと強い力があれば楽なんだけど、神竜様ならこの指輪からもう少々出せるんだよね。これが草原の勇者の指輪ですね。この中に一体どんな人がいるのかずっと楽しみにしてたんだ。お願いできる？もちろんです。イエーイ、待ってました。戦え、草原のエンブレム。アイクだ。無様な戦い方はせん。うまく使え。よろしくお願いします、アイク。ひとまずミスティラ王女に力を貸してください。Thank you.
で、任せて。なんだなんだ、味方が駆けつけやがったのか。俺たちは化け物を飼いならしてんだ。あいつらなんかに負けたりしねえぞ。そうさ、それに子分もたくさんいる。見境ない略奪だってお手の物だ。あいつら村を襲う気見過ごせないわね。行くわよメリー、パネクネ。仰せのままに我が姫、僕たちが正義の鉄槌を下しましょう。私たちの島を荒らしたこと、メイドの奥底で後悔させましょうでございますですわ。行きます。熱戦ありがとうございます。まだまだいけるな。何でも言うて。
動きにくそうな場所だな。だがひるむことはない。行け、ミスティラ。俺の力があれば行く道は切り開ける。じゃと賊が、奴らに取られるぐらいならこれをあんたらに。
上等ですます。
熱ながら。まだだよ。お相手、感謝するよ。全然平気。安心したよ。ブシロン、ここに。お先に。いや。緊張したぞ。
もう後には引けないわ。私でございますね。もののために戦うわ。Yeah.
んとお詫びしたらいいか。どこに行く？場所ね。ほいっと。はい。ごめんなさい。ありがとう。
夫大丈夫。行き先はどこだ？
お先に。はっ。お相手、感謝するよ。ありがとうございます。そろそろお別れだ。勝ちましたよ、姫。動物が。Come on.
あなたのために。また立ち回れそうだ。行きましょうか。あ、俺たちの邪魔しやがって、すぐに後悔させてやるぜ。せ
と。
やわだな。天使たる僕たちに勝てるわけがないじゃないか。勝負よ。こちらも。まだだよ。
ありがとう。弟。